日初放送ですよ。めっちゃもう分からへん。美咲もさ、どこまで使われてるかとか分からんしさ、あの時の自分もガチガチすぎて全然喋れてないやろうけど、ちょっと明日初放送なので、もう超緊張してる私をもう見てください。あ、グルさん、クマさん、ありがとう。そうよ、ほんまに緊張したからね。あ、チュンチュン、ありがとう。竹坊さんもありがとうございます。やばい、スケカニさん、星ありがとうございます。シンチーさんもありがとう。お疲れ様です。いやー、ほんまに緊張したよね。てかなんか、写真なんかインタビューとかの記事が出始めてるからかな、その時に使われてる写真とか、ドナメの公式の写真とかの顔見たらめっちゃ緊張してなさそうに見えるねんけど、実際は多分映像になった瞬間ガチガチやと思う。写真は全部ニコニコやったね。確かにそう、全然緊張、過去何番目、いやもう一番レベルじゃない、過去に3本指に入るぐらいは緊張したから。うん、サムヒコさん、めちゃありがとう。でもなんかまだお知らせはできないんですけど、またもっと緊張する。お疲れ様です。もっと緊張するお仕事があるんですよね。そう、最近緊張ばっかしてる。ありがたいことやけど。あ、ネイチさん、ありがとう。いや、そう、本当にそれぐらい新しいことやらせてもらってる。あ、疲れ。それぐらい新しいことやらせてもらって、新しいことやらせてもらってるのはマジでありがたいことやし、なかなかない経験ですけど、でも最近は本当に初めてのお仕事をたくさんいただいて、そう、ずっと緊張してる。そう、ずっと緊張してるし、なんかやっぱ自分がさ、なんかショールームでこんなネガティブな話したくないけど、なんかさ、まだこういうお仕事もらった時に嬉しいとももちろん思うけど、でも一番に出る感情って嬉しいよりも先にやっぱ不安が出ちゃうのよ。なんか自分でいいのかなみたいな、なんか自分が この番組とかこのお仕事とかさせてもらったとこで絶対なんか別にそんな爪痕残せないしとかめっちゃ思っちゃうのよ。まだどうなってるかとかもわからんのに先のこと想像して、なんかなんで自分がみたいな感情になっちゃうのが、お疲れ様です。そう、ダメやなって思うけど、まだ自信がないから自分に。でもなんかこの緊張せえへんくなったら終わりやなって思うから、いろんな意味で緊張も大事ですけど、でもあまりにもずっと緊張してる。緊張しすぎてもさ、全然うまく喋れないとかあるからそれもあかんけど、でも緊張してなさすぎもダメやから難しいよねって。いや、なんかそう、過去の先輩が偉大というかさ、それこそドダメとかも、なぎささんのお疲れ様です。そう、あとというか、なぎささんの次にファミリーになった人やから、めっちゃそれも不安やし、自分は自分らしくいてるたらいいと思うんですけど、やっぱさ、あの偉大な渚さんがいたからもう余計に比べられるんじゃないかなって、めちゃくちゃ、うん、不安。
なんですよ。今週は本当に緊張するお仕事がたくさん、ここ2週間ずっと緊張してるな。頑張らないと。え、土鍋皆さんはどうやった？どうやったっていうか、なんていうの？びっくりした？でもびっくりするよね、なんか。美咲ってなるくない？どうなんやろ、どういう感想だったんやろ皆さんは。知った時ワンチャンあると思ってた。マジで？いや、びっくりですよね絶対。そう、一回きりじゃないからね。この出演させてもらいますじゃなくて、レギュラーになりましたってことは、私が NMB を卒業するときまでレギュラーですから。いや、びっくりした。私もだって、美咲もずっとちっちゃいとき、もう私が生まれるより前からある番組やし、ちっちゃいときとかは土曜日テレビつけてたし、そう、ずっと見てた番組のレギュラーになってる事実が未だにちょっとわけわからんし、不思議やし、あの空間、あの収録に自分が参加してるっていうのもまだ未だに不思議な感覚でいっぱいなんですけど、明日初放送されてテレビで映ってる姿見たら やっと実感するんかな。瞬発力はある方じゃない？いや、私マジでね、瞬発力がないんですよ。でもやっぱそういう番組、どれだけいかに早く面白く回答できるかにかかってるんで、どんどん鍛えていきたいなって思います。いや、でも本当に出演者の皆さん本当に優しくて、マジで温かくて、いや、そういう変な緊張はすぐに解けましたね。普通に収録自体が緊張するって感じで、本当に皆さんもう優しい方ばかりで、なんかもっと皆さんと仲良くなれたらなって思います。めっちゃ優しいのよ、本当に優しい。藤井さんの安心感半端ない。いや、マジで藤井さん本当に優しいです。もう皆さん優しいけど、藤井さんはなんかやりにくくないとか、なんか変とかいうか、やりにくいことあったりしたら何でも言ってねってすっちゃ気にかけてくださったりして、本当に優しかったね。ワカポンですれ滑ることあるから。ここでゆいなさんの名前が出てないのでもう察しますよ。いや、でもゆいなさんもワカポンさんも、ドダメはずっと緊張するなって言ってました。やっぱ他の出演者さんがもう偉大な方すぎて、でもこういうそういう出演者の方とお仕事できる機会も本当に全然ないことですし、いや
当にドダメはね。でもねこれねドダメの収録に実際参加してみて、あ、国さんありがとう、くま収録に参加してみて思ったのが、なんかマジでドダメの空気感があるなっていう、なんていうんやろ、バラエティ番組とかあんまり出たことないけど、なんかドダメではめっちゃドダメって感じの空気感があるんですよ。まだ全然収録にもそんないっぱい参加してるわけじゃないですけど、それぐらいなんかそういう空気が出てるんですよね。ちょっとそろそろしたらランキング読み出してますね。10時までなので、いや本当にもう緊張したこのパーカーかわいい。これ普通に GU のパーカーですよ。いやでも本当に今週緊張するよ。今週は緊張めっちゃするよ。めっちゃ緊張する、めっちゃ緊張する。頑張ろう、乗り越えます。でも占い師さんにその全然占いをばっか信じるのもあれやけど、結構占い信じてて、なんか占い師さんに1月に占い行った時に、あ、そう12月や、12月に占い行った時に、なんか2月は忙しくなるよって言われてなんかいろんなことさせてもらう、なんか新しいことがめっちゃあるし忙しくなるよって言われたんですよ。あながち間違ってねえなって思いました。2月ほんまにめっちゃ初めてのことがいっぱいありますね。ありましたし、ありますし、そう当たってたのよ。びっくりしたよ。じゃあちょっとランキング読み始めてもいいかな。いやマジでびっくりした。なんかほんまかよと思ってたんですよ。そんな忙しくなるなんてそんなことないよって思ってたら、めちゃくちゃ忙しいというか、なんか新しいことをいっぱいさせてもらえたなって思いますね。じゃあちょっとランキング読ませていただきます。13位マーク、美咲が一番可愛いよ、ありがとうございます。12位ロックさん、みちゃぴよし、ありがとうございます。11位神谷さん、ドダメおめでとう、ありがとうございます。11位さん、あざとチャピからのチョコ受け取ったよありがとうございます。9位ネイチさん、ありがとうございます。8位のむむさん、ありがとうございます。7位すけかにさん、ありがとうございます。6位りきやさん、ありがとうございます。5位たけぼさん、2列目楽しすぎたよ、ありがとう、ありがとうございます。4位ともひこさん、ありがとうございます。3位チュンチュン、体硬くなりましたねありがとうございます、硬くなっちゃった。2位ジョセフさん、ありがとうございます。1位グルさん、ありがとうございます。おう、いやマジでそうや、あざとチャピで思い出したけど、あざといのどうもうなんかあるさ、あの YNN で前、 YNN じゃないわ、ニコ生さんなのかな、あれはマジであざといキャラで行こうとしたけどダメよ美咲。もう途中で面白くなってきて恥ずかしくなってきた。もうマジでレイポンすごいよ、あの子マジで根っからあざといんやなって思ったもん。さっき頑張らないとあざといなくなっちゃう、もうあーやばいやばい、 めっちゃマシュマロ攻めついたとか言っちゃったから全然可愛くないと思って、だからレイポンはそういうふとした反応でもなんかあーなんかなんかさっきぜひなんかもうあざといからすごいこの子だと思って、これはみんな虜になると思って、私はもうあざとはダメですね、途中からもう逆にネタですもん、この子、うん、寂しかったんでしょとか言う